はい、今回はですね、洗濯用品、赤パックンというものをこちらを紹介していきたいと思います。ちょっと前にたまたまテレビで見かけて、まあ、これを使用すると、まあ、洗濯物と一緒に入れて洗うと、まあ、部屋干しとかしても半乾きの匂いがあまりしなくなるっていう、まあ、魔法のような、まあ、ぬいぐるみみたいですけど、見た目は魔法のような、まあ、商品です。まあ実際に使ってないので、何とも言えないんですけども、これをまあ実際に使ってみて、半乾きの匂いがしなくなるのか、ちょっと試してみたいと思います。ちなみに自分はもう年中一年中室内干しで、一応乾燥機、除湿機は使ってるんですけど、洗濯物の下に除湿機を入れて、いつも乾かすようにしてます。ちょっと開封してみましょう。どっから開けるんだ。すごい。なんかテレビで、朝のテレビで話題になってたんですよね。話題というか、おすすめの商品。まあ、こんな感じですね。かわいい感じの形状で、柔らかいです。プニプニしてる。まあ、この中になんか素材が匂いを、匂いを消すというか、なんか油汚れとかをなんか吸収するとかっていうふうにテレビでは確かやってたんですよね。洗濯槽ね、特徴、使用期間約200回タイプです。お洗濯中に衣類から出た、皮脂汚れを吸着。お洗濯中の衣類に皮脂汚れが再付着しにくくなり、衣類の黄ばみ、襟、袖口の汚れを軽減します。なるほど。衣類の黄ばみとか襟、袖口の汚れも軽減してくれるそうです。いつもと同じ洗濯の使用量で白い衣類がより白く綺麗に、すすぎ回数も減らせて節水にもつながりますとのことです。特に半乾きの匂いとか書いてなかったんですけど、書いてないですけど、まあテレビではその半乾きの匂いがまあなくなるというふうに書いてありました。書いてありましたというか、紹介されてました。じゃあこいつをね、はい、実際に使ってみたいと思います。はい、今は洗剤を入れた状態です。で、赤パックに入れます。こんな感じで赤パックを入れてあげて、あとは普通に洗濯機を回せばいいんだと思います。はい、じゃあ洗濯機を普通に回してどうなるかですね。はい、ちなみにですね、うちではいつもこのように突っ張り棒をこう立てて、まあこんな感じで洗濯物を干しています。で、いつも除湿機、こちらの除湿機を使ってで、まあ乾かすような感じですね。かなり水気をこう吸い取るんで、いつもこのようにして、もうすごいパンパンに溜まってるんですけど、このようにして洗濯物を乾かしてます。もう梅雨の時期になるともう毎回除湿機は使ってますね。じゃないともう洗濯物がすごい臭くなっちゃいます。はい、でまあ赤パックン本当に効果があるのか、ちょっと楽しみです。はい。じゃあ洗濯終わったんで、ちょっと開けてみます。おぉ。こんな感じで。赤パックンが、入ってます。うん。洗濯物の匂いは特に変わんないですね。あとはまあ、ちょっと干してみたい。干して、干した後の匂いを嗅いでみたいと思います。はい、それではですね、赤パックンを使って洗濯をして、2日かけて部屋干しで乾かしてみました。今回いつもはですね、この除湿機を使って乾かしているんですけど、今回はあえて除湿機を使わないで、ほんと部屋干しっていう感じでやってみました。で、匂いなんですけど、
まあなんとなく、なんとなくなんですけど、なんとなく臭くないような気がします。2日かけてゆっくり乾かした部屋干しでも、うん、臭くないような気がします。ということで、この赤バッグ、もしかすると効果があるかもしれません。以上です。